この動画は、あれれ、越谷市を散策する動画をまだ作ってねえやと思ったので、制作されました。ということで越谷です。切削、埼玉を自転車で縦断してみた動画以来ですな。おっと、こんなところに鳩が。駅前には結構鳩がいますね。危な。いくら人に慣れているとはいえ、至近距離で自転車が通過したら、身の危険を感じて飛びそうですが、見えてないのでしょうな。駅前にたむろしてる鳩たちは、河原鳩で、埼玉県と越谷市の鳥、白子鳩ではないんですよね。白子鳩は個体数が少なく、環境庁のレッドリスト、絶滅危惧に載っていて、国指定の天然記念物にも指定されています。それじゃ、出発しますか。越谷に来た時間が遅く、あまり時間がないから、広い範囲は散策できないので、何回かに分けて、市内を巡ろうと思います。今回は越谷駅から東側を、大雑把に行きます。これは越谷駅、開設の記念碑ですな。以前出題したクイズの、内容が書かれてますね。もともとここには駅がなく、隣の北越谷駅が、初代越谷駅だったという問題でしたね。確かに、昔、ここら辺に住んでいた人からしたら、列車に乗るには、元荒川を越えて、北越谷駅に行かないといけないのは、不便すぎますからね。被災津神社に来ました。一度は行ってみたかったんですよね。なかなかの歴史を誇る神社で、平安時代まで遡れるみたいですよ。徳川将軍家の、二代将軍の秀忠、三代将軍の家光が、越谷に鷹狩りに来た時に、参拝したと伝えられているんですって。ちなみに、鷹狩りに来た時に泊まった場所は、ここら辺にあったらしい。今は越谷御殿跡と書かれた石碑があるだけですけどね。この参道の左側には、越谷有滝植物園があります。この植物園を作ったのは、有滝達夫氏という人物で、越谷出身の植物学者であり、越谷高等女学校の教員でもありました。高校で働く傍ら、植物の研究をしていたらしいです。父から引き継いだ庭園を拡張し、研究用として国内外から様々な樹木を収集し始めたことが植物園の始まりだそうです。しかし、1996年に一度閉園してしまいます。そして、2001年に、有滝達夫氏は、97歳で逝去されました。ですが、有滝達夫氏の遺言によって、遺族から越谷市に植物園が寄贈されました。その後、園内が整備されて、2010年に有滝アーボレータムは、越谷有滝植物園として、開園しました。入園料が100円でかなり安い上に、越谷市が指定した天然記念物や、ガイドさんがいるので、いい施設だと思います。今回は時間がないので立ち寄らないですが、機会があれば行きたいですな。クイズ、もーっと埼玉。この番組は、埼玉に関する問題を解いて、もっと埼玉について詳しくなっちゃおうという番組です。それでは早速問題。問題、このランキングはある農作物の生産量のランキングですが、その農作物は何でしょう？ヒントは、越谷特別市民のガーヤちゃんが背負っているものといえば？それでは正解発表。正解は、ネギでした。埼玉県はネギの生産量が千葉県に次いで2番目で、主に深谷市、熊谷市、本庄市、吉川市、越谷市などで生産されています。深谷ネギは皆さん聞いたことがあると思いますが、越谷市でも越谷ネギという銘柄が生産されています。越谷ネギは白身がしっかり締まり、辛味と甘味のバランスが絶妙らしく、調理しても煮崩れしないため、煮る、焼く、揚げる、薬味、どんな食べ方をしても美味しいみたいですな。そんなネギを売りにしている越谷市ですが、さすがに県内の深谷市には生産量、知名度では負けますな。何せ、深谷市はネギの生産量では全国1位ですからな。そりゃ叶いませんわ。以上、クイズ、もーっと埼玉でした。次回もお楽しみに。被災津神社を後にして、適当に東に向かっていたら、大きな建物が見えてきました。これは何ぞと思い回り込んでみると、越谷市立図書館と書いてありました。こんな住宅街の中にあるんですな。県道沿いとか、アクセスしやすい場所にあると思ったんですがね。
この辺りは一方通行まみれで、車で来ると大変そうですな。越谷市立病院です。立派な建物ですな。ちなみに自分は人生で一度だけ入院したことがあるんですが、なんで入院したかというとインフルエンザでした。普通は薬を処方されて自宅療養で終わるけど、重症化してもいないのに入院させられましたな。まあ入院した翌日には退院しましたけどね。その後も何回かインフルエンザに感染したけど、薬を処方されただけで終わりましたからな。マジで謎ですな。それではさらに東に進みましょうか。新潟川に着きました。この辺りまで来ると農地が広がっていますな。木々の後ろにある建物は越谷市立総合体育館です。ここは越谷市を本拠地とするプロバスケチーム越谷アルファーズのホームアリーナとして使われています。いやしかし埼玉はスポーツチームが多いですな。ざっと数えただけでもこれだけありました。画面が騒がしいですな。越谷市民球場に来ました。1万人も入れる立派な野球場です。プロ野球のファーム試合や高校野球などで使われてるみたいですな。実は越谷市にはイチゴ農園が数多くあり、この越谷市民球場近くには関東最大級のイチゴ農園があり、イチゴ狩りが楽しめるスポットとして売り出していますな。新潟川に戻ってきました。ここが田んぼアートをやっている場所ですな。規模は行田市に劣りますが、面白いデザインが多いですな。個人的にこの土手沿いに生えてる背の高い木が田んぼアートのデザインを邪魔しているのが面白いポイントですな。もう伐採されていますが、詳しくは検索して過去の田んぼアートを見てください。この建物は何じゃ？すげえデザインですな。調べてみるとゴミ処理施設だそうです。他の施設は無難な建物なんですけどね。左のタワーは無料で登れるので、田んぼアートや関東平野を一望できるのでいいスポットだと思います。この辺りで越谷市を離れる時間が近づいてきたので、越谷駅に戻りたいと思います。越谷市街に戻ってきました。新しくできた市庁舎ですな。あとは引っ越しするだけって感じですね。今新しい市庁舎が建っているところに、クイズの題材にした国民健康保険制度の発祥を記念する石碑があるのですが、柵があるから近づいて撮影できませんでした。ちなみにこんな感じの石碑です。今回の動画はここまで。狭い範囲しか散策できなかったので、内容が薄い動画になってしまいました。次に散策するときは、南越谷と蒲生のあたりを、ついでにレイクタウンも行きたいですな。この動画を編集しているときに、また状況が良くないことになってきたので、まだリベンジはできなさそうですな。できるだけ動画は作りたいと思いますので、ゆっくりとお待ちください。それではこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。